はようございます。本日より、解放されたマグー研機ミッションやっておりますか？今回も今までと同じでミッションが追加され、クリアすると報酬をもらえるというスタイルです。で、その中で一番難しいミッション。幻影の攻撃を受けずに、討伐というものがあるのですが、めっちゃむずくなかったですか？今回は、そちらの攻略と注意点を紹介していきます。まず、このボスワンパン対策がされていてワンパンできません。でも、2パンはできるんかな？まあ、2パンするような人は苦戦していないと思うのでスルーの方向で。で、こいつエンシェントビシャップくらい硬く感じました。で、残像攻撃の方が範囲が広く、回数を重ねて覚えるというスタイルのボス。ちなみに、自分は被弾するたびにタイトルに戻って再起動してた。火力とか上げたいので、攻撃料理を使っている関係上移動時間はロスと判断しました。あと、皆さん攻撃料理とか使っていますか？こういう戦略がいいんだってなる前に料理使った方が早いと思いますよ。脳死でゴリ押せるなら、それでいいからね。特にミッションみたいに単発クリアでいいものはゴリ押しに限る。で、自分の気のせいかもしれないんですが、今回は攻撃が命中したら云々なのでシールドで不正でも達成できなかった気がしました。もし、シールドでも突破できたとかあったらコメントください。で、こちらをマルチでしようと思っている方はなです。罠といっても、下の世界ランクに規制するなら話は別ですが、マルチプレイでする場合は、プレイヤーが全員攻撃を開始することが条件になります。要は、連帯責任です。私がこの世界で一番嫌いな要素ですね。まあ、理由はさておき全員でかわす必要があるので、下の世界でさっさと討伐する以外は控えた方がいいかもしれません。自分めっちゃ回避しながら戦っているけど、実際それくらいしないと予期せぬ被弾があります。ということで、注意点とかはこんな感じかな。よかったら、倒すところまでご視聴ください。マジで、残像許さん。いざ天道、ここにあり。動くべきだ。雨描きがたし。さよなら。難攻不落。およおい、この剣はわかるかい？ヤッホー。